ークゴリンゴラジオ自由の女神になりたくて、11月第4週目に突入、第186回を迎えるニューヨークゴリンゴラジオ、今週はアメリカ感謝祭ウィークになりまして、サンクスギビン直前スペシャルをお届けいたします。感謝祭といえば秋の収穫を祝い、家族が集まり神に感謝を捧げ、七面鳥などのごちそうを囲む伝統的なファミリーホリデーでございます。ホリデーシーズンの幕開けですから、暴飲暴食が気になるシーズンでもあります。ということで、タイミングよく先週に引き続き、食と栄養のスペシャリスト、米国認定栄養士の宮下麻子さんにお話を伺っております。先週はコロナ禍で免疫を下げないための食生活のアドバイスや、日米の栄養士の違い、また栄養学と妊活とアンチエイジングなどを伺いました。まだ聞いてない方はぜひ合わせてお聞きください。では今週は栄養士としてニューヨークで働く麻子さんの意外なニューヨーク移住秘話、そしてもう少し突っ込んだ日常生活の栄養学などについて伺ってあります。それではどうぞ。ちなみに麻子さん、ニューヨークにやってきたじゃないですか。昔からアメリカに行きたいっていう思いがあったらしいんですけど、なぜニューヨークにやってきたんですか。なんか分からないけどな、ニューヨークにずっと憧れてたんですね、子供の頃から。に憧れてたんですね。そう、あのセサミストリートとかね。そこか、そこなんだ、びっくり。いきなりセサミストリート初めて聞きましたよ。みんな映画とか。いや、なんかなかったです。子供の頃にさ、セサミストリート見てて、なんだ私の幼稚園には日本人しかいないんだろうみたいな感覚。なるほど。そう。あ、なるほど。それでニューヨーク行きたいなとずっと思ってて。ずっと思ってますね。あ、じゃあもう留学はもう行きたいと思ってたものだから。でしかもね、留学勉強する予定はなかったんですよね。あ、とにかく何とにかくアメリカに移住する、ニューヨークとかじゃなくて、とにかくアメリカに移住するために。あ、そうなんだ。でも私も一緒。とにかくね、アメリカに来たいがために来ちゃっただけだから。で、来た時にほらビザも必要でしょ。で、いつかそのグリーンカードってもそのいろんなプロセスを踏まなくちゃいけないことは知らなかったから。若いってすごいなと思うけど、それで若いってすごい。で、それでなんかその勉強してきたことを生かして学校に行った方が早いって言われて、言われたってなんだ、なんか多分そういう友達とかと話してて、それで決めたんですよ。でもまたほら決めていいけれども、栄養士なんで大変じゃないですか。大学行って資格取ってって、こういう変だった生活だったけど、大変だったでしょ。大変だったけどもう覚えてないですよね。あ、そうなんですか。なんか大変だったのは覚えてるけど、でもなんだろう、不思議ですよね。なんか若いってすごいなと思いますよね。だからこれだけ大変だよってもう、分かってたら多分やらなかった。なるほど、分からなかったから、ちょっと留学勉強して、さっと行ったら大変だったみたいな。だってそりゃ大変。お金も大変だったみたいな。だってコロンビア行きましたもんね、コロンビア大学。そう、最後ね。で、最初はそのハンターカレッジでニューヨーク市立大学がある、あるじゃないですか。そこで、あの私日本で大学出てるから、その栄養士のなんていうの、インターンシップをしていいですよっていう、なんていうの、その資格みたいのをもらうために、3学期だけ行けるプログラムがハンターカレッジになったんですよ。で、とりあえずそこに入って始めたのだけど、やっぱり3学期だから1年半行ったけど、大変なのと疲れちゃって、でそれでなんかちょっと栄養士なのどうかなと思いながらも、ただね、そのなんでコロンビアのこの栄養教育にすごい興味があったの。おー、はい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 、
その人に教えるっていうのに、さっきも言ってましたもんね、こう大学に行っていくうちに興味が出てきたっていう、うん、でなんかその後他の大学に行くの GRE とかなんだトフルとかあるじゃないですか、そういうもうどうしようかなと思いながら、とりあえず申請だけしようと思って、申請だけしてってで論文書いて、でそれで一回日本に帰ったんですよ。お金がなくなっちゃって一旦日本に帰ったんだ。お金がなくなっちゃったからね。ね、もうね、いつまでもね、両親がねちょこっとサポートしてくれてもほら、でももうやっぱり学が学だからね、アメリカは。そうなの。しかもほら留学生だから、そうなんですよ、住んでる人のね、アメリカ人より倍の給料高い、高いでしょ。わあ、じゃあ一旦日本に帰られたんだ。帰って、でそのトフルの点数が、コロンビアってなんかね満点じゃなかないとダメなんですよね。それで日本でトフルの専門学校働きながらね、そのトフルの専門学校行って、うん、今だったら絶対もう二度とできないけど、でも全然、じゃトフル満点取ったんだ。取りましたよ、もう。でもね、あれトフルの学校に行ってよかったのが、うん、やっぱりすごいトリックを教えてくれる。あ、満点の取り方のトリックを。そうだからずっと地道に自分で勉強してた時間は何だったんだろうっていうぐらい。なるほど。だからこういうほら、もうこれってあの、うん、ほらあそこさんの栄養士をこう使って自分の妊活をさっとうまくやろうっていうのと、自分で調べてグーグルして何がいいかって調べるよ、時間の節約に、あ、確かに確かに、あるを確かにした方が本当にいいですよね。確かに、そのちょっとインベストする感じでね。そうそうそう、うん、確かに確かに。トフルだって自分でひたすら勉強したって満点取れないかもしれないけど、トフル専門の専門学校に行ったらその満点取るトリックを教えてくれるから。そうだって8月じゃない、7月ぐらいに合格しましたよってコロンビアからレターもらって、うん、そうだから5、6ヶ月の間にすごいトフル勉強して、その中にコロンビアって面白くて、コロンビアの元々のそのアドミニストレーションとその栄養教育のほら学部、はい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 、でその栄養教育の学部からもう合格通知はもらってたんだけども、このコロンビアの大きい部分がトフルを出さない、満点出さないと絶対入れさせないっていう感じだった。だからその5ヶ月ぐらいの間にもう本当にあの勉強して出して、まあギリギリね、その9月からの入学に間に合ったんですけど。おー、わー。そう、じゃあそれで満点取ってまたニューヨークに戻ったんだ。うん、戻ってきたの。でもまたもう入ったはいいが、また大変じゃないですか、アメリカの大学だから。もねー大変だったですけどね。だって勉強ずっとして、なんか具合とかも悪くなっちゃったって、勉強しすぎて。ね、結局ほらビザの関係とほら栄養士になるためにインターンシップをするんだ。そのインターンシップだけやってたらね、学生ビザがキープできないんですよ。じゃあどうするんですか。だから学校で最低限またクラスエキストラを取りながら、そこで学生ビザをキープしてインターンをしなくちゃいけない。わー、だから結構でその3年間本当に休みなくずっと勉強してた時にやっぱり体調をね、そのメンタル的にもちょっと良くなかったけど、そのやっぱり体がね、その日本食を作る時間がなくなっちゃったりとか、あとだって勉強ばっかりしてるから食がおろそかになっちゃいますよね。そうそう、で体壊したりとかしたけど、でもまあそれこそそこでちょっと健康見直して学校の準備行き始めて、うん、でそしたら私もね14パウンドぐらい増えたんですけど。14パウンドって結構、8キロぐらいでしょ。8キロぐらい増えたけど、でも今も半分ぐらい落としたかな。それって食生活だと、もう食生活って夜中まで勉強してるから、うん、お腹好きじゃないですか。うん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 、か昔だったら例えば絶対9時以降は食べないとかってやってたのに、ほらもうそんなこと言ってなくなって、ストレスと、そうそうそう、ストレスも食べるのが一種の楽しみだったから。そう。じゃあなんか栄養学の勉強をしてるのに、その勉強が大変すぎて逆に、そうなのよ、そう崩したみたいな。そうだけど、もう本当にクラスメートが、私ねすっごく思うのが、いろんなほらコロンビアでもいろんな学部があるじゃないですか、うんうんうん、で
まあ、ハンターの時もハンターカレッジの時もそうだったけど、うん、本当にね栄養なクラスの人たちの本当にみんな本当にいい人たちなのね。だからこれ食に関係するんじゃないかって。いやみんな結構食の知識があってちゃんと食べてる。なんか性格がねすごくま穏やかなんですよね。他の友達の留学者の話を聞くといじめられたりとか、いじめられるっていうかなんて言うんだろう。あでも、まあ、そう、うん、あそれこそねどうか加工食品ばっかり食べてるとなんかあの切れやすい子供みたいな、うん、だとは思う、うん、やっぱ食事だだと思う。それでそう、それでなんかそのすごい大事、まあすごく、まあアメリカ人の友達からしてみたら私がね8キロ太ろうが全然わからなかったらしいんだけど、いやらしいねだけど結構みんなで一緒にジム行ってくれたりとか、そうあの本当に友達にはすごい恵まれて、いやじゃあもう、うん、みんな学生時代だったんですけど、それがあったからこそなんか今ねこうやって人に教えるにもあと実際自分でも体験してきたからでもちゃんと、ね、体が変わったり健康状態が変わるわけじゃないですか。ねえやっぱりあとそのほらいろんなダイエットの情報があるじゃないですか。ある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 。でも栄養士協会っていうのはもう本当に昔から変わらない、ずっとこうなんていうの、全粒粉をこれだけ食べましょうとか、全粒穀物をこれだけ食べましょうとか、肉をこの上にしましょうとかって、あれはもうずっと変わらないんですよね、栄養士協会では。だけどでも時代によってダイエットの流行は流行りしたりあるじゃん。だけど今の課題はどれだけいい食の質のいいものをどれだけ食べれるかとかね。であとほらでもオーガニック、全部オーガニックになると高いし、そのだからどういうものをどういうところで食べるっていうのも私はたまに話したりする。その情報が欲しい人だけね。だけどそのほらもう買えないって分かってて、うん、どうせ買わないですっていう人とか、やっぱそういう情報がいらないって方にはもちろんしないですけど。はい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 、うん、あさこさん近々そういう栄養のイベントとかあるんですか？最近はねここ個人セッション、もう今年終わりでしょ、うん、最近はもう個人セッションだけで、この間10月私結構乳がんのセッションをしてます。うん、そう乳がんね、あそうそう、それ見てくださった。そう私乳がんのビデオっていうか、うん、それこそ講習宴会のビデオを見させていただいて、あとこの間ちょっと友達と一緒にコラボのイベントしたりとかしたんですけど、うん、今年はねもうそれがない、それで終わりかな。なるほどね、うん、ただそのもっと個人的にたくさんの人を見ていきたいなと思ってて。そう、体って個人個人違うから。そうなの。セミナーでみんなでバーンと言っても、セミナーだと一般的なお話をこうしなきゃいけないじゃないですか。そうだから最初にもさっき最初に話したコロナの話じゃないけど、ビタミン C 取りましょうとか野菜取りましょうってみんな分かってるじゃないですか。はい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 、そうそうそう。だからセミナーだったらそこそういうなんていうの、大きな部分でしか話ができないけど、その個人的なものだったら実際に本当に食べてるもの全部見せてもらって、サプリメントもそうだし、あとその運動の量もそうだし、どんな運動してるかもそうだし、あとストレスレベルもそうだし、うわーそうか、なんかそういうのを結構ね今やってて、その方がなんていうんだろうな、自分の満足度も高い。なるほど、あそうよね、自分に合った、うん、でもこれはニューヨークに住んでなくても日本でも違う世界に住んでる人でも違う国に住んでるとかでも、あさこさんのセッションを受けたいって受けられるんですよね。今はねバーチャルで、バーチャルで、あもちろんバーチャルでね、ねね、あの、うん、でもこうあのあさこさんのセッションは受けられるってことです、うん、で日本にいるんだったらちょっとアメリカの場合は州によって違うんですよね。州によってちょっと複雑なの。そう、例えばカリフォルニアとかは大丈夫なんだけど、例えばイリノイ、うん、イリノイそのね栄養士学会で決められてるんですよね。その私もだからイリノイのライセンスを持ってたら、うん、イリノイの人も見れるけども、ただそれが州によって全然どう大丈夫って、その私 の, R あのレジスタードダイエティシャンっていう、うん、大元さえ持ってれば大丈夫っていう州もあるし。なるほど、あ、うん、そうアメリカは州によって違うんですよね。このライセンスを持ってても、うん、その州で使える、違う州だとまた違うってなる。そうなんですよ。ただ日本の場合は私その日本で栄養士じゃないから、日本の方は絶対ちょっと保険は使えない。あ、なるほど、あそうかそうか。あとでその国保に申請したいとかだとできないけども、あのそれちょっとあれだけど、その現金でっていう、現金って言ったらちょっとねあれだけど、うんうん、その保険使えないでっていう人は見てます。キャッシュって形になる。それで見てます、うん、ね、なるほどなるほど。
いや、じゃあ次の質問で、あさこさんの将来の夢とか野望とかってあります？やっぱり私ね、すごい女性と子供に興味があるんですよね。だからといって男性見れてるわけじゃないんだけど、男性も引き続き 見るんですけど、うん、その例えば女性だったら、まあ、もちろんその妊活の人もいるけど、その妊娠糖尿病の人とその、うんうん、あとそのお母さんになってからみんな、はい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 、とその更年期になる、その今40代ホルモンバランス崩れかける、うん、今ね、でもね、今若い人もでもちょっと多い。あ、若い人、妊活してる人がすごい若く、若い人でも妊活してる人が多いから、あの一緒にお母さんでもね、若い、あなたそんなに若いのにっていう、そう、みんなでもね、そういう方のね、その食生活聞いてるとね、意外とね、結構直しがいがあるからね。そう、なんだ、でもまだ若いからそこを直したらガラッと変えられたらいいわよね、うん、だってほら結構年齢がいったらね、でもね、年齢いっても3ヶ月4ヶ月で細胞ってまだ私たちの細胞生きてるので、うん、細胞がどん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 綺麗になれば、だからもうそのミトコンドリアとかね、その高級点とかかかってくるけど、そのもちろんその30代とか20代の細胞にはならないけど、贅沢すぎるわそれは。なったら怖いですよ、なったら怖いですけど、うんうん、でもある程度のやっぱりそのだから老化をちょっと遅くするとか、ほら40代でも老けて見える人、若く見える人っているじゃないですか。うんうんうん、ああ、うん、そうだ、うん、だからそこの違い、だから年だからといって絶対諦めないで、なるほど、そう、うん、それで、あの女性と子供に、あ、そう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 、なので、うん、まあ、もちろんそのこのままね、なんかそのサロンみたいなのもやってきたらいいなと思ってて、うわあ、そういいですね。そう、あとこっちのちょっとその例えばこの近郊のその子供たち、うん、やっぱ子供の栄養すごい大事じゃない。うん、だからそれをそのバットですね、うん、食べたもので、そう、そこの部分もねちょっとやっていきたいなと思ってるんですけど。うん、ターゲットに、だからやっぱりその教育の部分にちょっと力を入れたいなと思ってて、だから教育っていうとそのみんなにレクチャーで教えるっていうのもそうなんだけど、こう実際って話す、そのこう心理カウンセリングと同じような感じ、そうそう、はい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 、わあすごい夢ですね、野望というか、いやすごくないですけど、でもね、なんかやっぱりこれからほらどんどん 食品自体もどうなるかわからないしね、うんうん、どんなもの食べたらいいのかわからないような時代になってくるから、うん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 、お水もそうだし、お水もね、のほら妊活中たくさん飲めとか言うんですけど、なかなか飲めなくてね、だからその結局たくさん飲むのはいいんだけども、例えばそこで腎臓に疾患がある人がそれだけたくさん飲んじゃったら、やっぱ体の機能、腎臓の機能を悪くするだけだし、逆効果になっちゃうこともある、うんうん、そう、素人は分からないじゃないですか、良かれと思ってやってることが、うん、意外に自分にはそれは逆効果だったみたいなこともあるから、うんうんうん、わあ、そこなの、そこなんですよ、それを、いやーもう本当ありがたい職業本当もうこういう人ね、これでね、ちょっと食事、この食事をしたら絶対妊娠できるとかだったらね、だってもうそう、もういい、ちゃいますもん、だってほらみんな体全然違うのに、あの人がこのサプリ飲んで、あ、じゃあ私もってみんな買ったわけですよ。ちなみにそれはコリンゴさんは多分ありますか、その食事でこれ、この友達が妊娠して食べたもので、私もこれ食べなくちゃみたいな。今はね、ヘンプパウダー、ヘンプパウダー、うん、ヘンプ、うんうん、とあとね、ウィートグラス、それとか、あとサプリはあのミトコンドリアのサプリを飲んだら妊娠したって言うんで、すぐ飲みましたでほら内膜を厚くする、子宮内膜が厚くなったら着床しやすいからって言って、ね、すぐにアルギニンのサプリメント、うん、もうそんなんばっかり、食べ物はそうですよね、ほら卵を1日6個ぐらい食べろとか、さすがに食べれなくて2個にしてますけどね、1日卵2個とか、でも人の体と違うのにやって思いながらもね、でもなるべく、まあ、そうジャンクフード的なものは避けて、カフェインも取らずに、もうコーヒー大好きだったのにもう2年くらい飲んでたんで、うん、お茶も飲まずに、
そう、そういう感じですかね。でもほら頑張りすぎて逆効果になったから、うん、ジュースとか体にいいと思って毎日飲んでたわけですよ、自分で絞って、うんうんうん、そしたらね、あの逆流性食道炎になっちゃってなんかあの刺激が強い、あのアップルサイダービネガー、うん、ごめんなさい、アップル、うん、あのグリーンジュース、あグリーンジュース、あそこそこそこ、あでもグリーンジュースだけが原因だとは思わないんですけど、なんか頑張りすぎてすっごいいろんなものを摂取してたわけですよ。したらなんかね逆流性ね、で多分ストレスとか年齢とかもあって、こうそんなの今までなったことないのに、あのそう、そういう食道炎になって今度は胃カメラ飲まなきゃいけないんですよ。やっぱりバランスですよね。だからそのグリーンジュースとかも、あのなんかね、それもジュースもね、いろんな野菜をあの毎日同じとかじゃなくて、そう一応ね変えてはいたんですけど、うん、ベーシックになるものがパイナップルとセロリで、あとは緑を変えてただけだから、でもそれが悪いわけじゃないじゃないですか、絶対に。あの他に多分原因があると思います、それ、うん、それだけじゃなくて、ね、うん、あのただアシドなものをたくさん摂取しちゃったっていうのもあるけど、それだけじゃないんだろうなと思いつつ、だと思う、うん、ね、きっといろんな、なんか、まあ、ほらコロナもあったしストレスとかもあったり、もう一応頑張ってはいるんですけどね。じゃあカウンセリングよかったらそうね、ぜひね、あのなんかまたあったら、あのよろしくお願いしますよ、うん、こちらこそ。じゃあ最後なんですけれども、あさこさんにこの、あのラジオを聞いてるリスナーの皆様に何か一言メッセージがあったらぜひいただきたいなと思うんですけれども、妊活の人、あ、もう妊活者の人が多いので今、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、妊活ねしてる方もしてない方もそうですけど、でも結局本当に食が基本なので、まあだからこそ本当に自分が何か何食べてる、これで食べてるものが合ってるのかなとか体に合ってるのかなって思ったら絶対プロフェッショナルに聞くべき。あ、なるほどね。自分でちょっと不安っていうか、うん、どうなんだろうと思った時は、そのいろんな Google とかでいろんなものを検索できるけども、まあ、もちろんそれを参考にやってて成功してる人もたくさんいるので、まあ、それはそれでいいんですけども、うんうん、でもやっぱりその特にサプリメント、さっき話した DHA の話じゃないけども、うんうん、そういうのを取る前にだから一回ね、あと血液検査とか健康診断を受けて自分の体の状況を常に知っとくのも大事。あ、なるほど、ただ本当に食と、例えばもちろん運動もね、睡眠もストレスマネジメントも大事だけども、その毎日口に入れるものっていうのが本当に自分の頭のてっぺんから足先までどれぐらい影響を与えるかっていうのを覚えておいていただきたいです。ただ楽しんで食べるのが一番そうよね。なんかあの食べるにも妊娠するために食べるとかそういうんじゃなくて、美味しいとか思って食べる。そうなの。そうそう。それもほら違ったホルモンが出てくるので。そうだそうだ。うん。そう、忘れないで。そうだ。そう、食べれたね、これさえ食べれば肌が綺麗になるとか、これさえ食べれば痩せられるとか、そうじゃないですよね。そう。美味しいわっていう味覚とか味わわないと。そうなのそうなの。そこ大切でしたよね。もう忘れかけていたことを思いさせてくださってありがとうございます。よかった。いや、じゃあ、どうもありがとうございました。こちらこそ。これ、今後なんかまたね、あの。ね、なんかイベントとかやりましょう、一緒に。あ、よろしくお願いしますよ。こちらこそ。いや、よかったです。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。ということで、本日のゲストは、米国登録栄養士、ニューヨーク州認定栄養士の宮下あさこさんにお越しいただきました。あさこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様、来週もお付き合いよろしくお願いします。See you next week! バイバイ。ありがとうございました。無事に終わりました。よかった。よかったです。面白かった。さすがですね、あさこさん。いや、全然全然面白かった。またなんかね、一緒にできたらやりましょう。本当ね、ぜひぜひね。なんかそのね、妊活も大事だけども、やっぱりその体のエイジングをなんとかしていけば、
いや今ねちょっとハッと思いましたよ。今日インタビューさせてもらってよかったなと思って、すっかりね妊活にフォーカスしすぎちゃって、うんうんうん、なんか忘れてたことがないよ。もうそこにフォーカスしすぎだけど、そういえば肝臓とか腎臓とかどうなのよみたいなね、うんうん、そう、やっぱり気持ちが楽になると、そのまあ、もちろん、ね、年齢のことが引っかかったりする、私が例えばそのコリンゴさんの立場に、ね、なったらやっぱりすごく気持ちが分かるし、その部分考えるだけでもやっぱ落ち込むことがあるから、うんうん、ね、だけどまあなるときになるので頑張っていきましょう。これだってこの年で妊娠しちゃったらラッキーぐらいの勢いです。そうなのそうなの本当に、ね、そう、うん、いやだからまた、うん、いや全然全然またちょっとねゆっくりゆっくりゆっくり、ね、話しましょう。うん、はい、じゃあありがとうございます。ありがとう。うん、なんかまた私もね何かあったらお知らせします。あ、ぜひお知らせしてください、うん、お知らせします。お願いします。うん、また何かあったらご連絡ください。あ、はい、ぜひします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。またさよなら。はい。